うちの看板取材後期。どうもダメダモンさんの二村です、今回はですね、富士宮にあります居酒屋くらさんというお店の渡辺リオちゃん、看板ちゃんを取材させていただきました。カーニバルちゃんというあだ名でねお届けしたんですけれども、すごいノリが良くてですね、もう明るく、まあ、元気な子だったんですけれども、まあいろんなこうねおてんば娘感をいろいろ楽しませていただいたわけなんですが、番組後半でですね、まああの看板ちゃんも含めダメダメおじさん3人が、体調を崩すというね、まあ今現時点私体調をちょっと崩しております。というちょっとね事故が、これはあのくらさんのスタッフの皆さんも非常にノリが良くて、まあ、そのせいでこういうことになってしまったんですけれども、一体何があったのか、こちらはですね本編をぜひお楽しみいただければなと思っております。ということでぜひ皆さん本編ご覧になってみてください。おまっとさんすいませんすいませんね、え2回連続ですか、お前たくさん喋ってたな喉潤すありがとうございます、すいません。あ、自己紹介した方がいいんじゃないですか。私はクイズの世界からやってきたクイズ魔人だ。ね、はい、また今回、うん、またクイズ出しに来たわけですか。違 う, そう、もうクイズは出さない。なるほど、うん、今日は何をしに来たんですか。今日は話があってきた。あら、うん、クイズ魔人から話があってきた。話があってきた。なるほど。このクイズ魔人というキャラクター、はい、うんうん、とても好評で自分で言う、自分で言う、すごく受けがいいまあ確かにこのね、うちの看板始まって、うん、石井さんがこんなにハマってんのは初めてですね。そう、うん、まあそうかもしれない、うん、はいはいはい、うん、で、どうしたんですか。だから、うん、本編に出してくれ。なるほど、うん、あ本編にこのクイズマジを使って本編出たい。なるほど、出たい。 YouTube はもう嫌お前たちは後半週に看板カードで Q っていうクイズコーナーやってるだろ。はいはいはい、ありますね。クイズやってるだろなぜ出さないそこでそこで出すんだよ。なるほど、おかしいだろ。看板カードで Q のクイズを出す。そうだよ、俺がクイズ出してやるよ。なるほど、クイズ魔人なんだから。なるほど。でもクイズっていうのはその看板スタッフにまつわるクイズを出してるんで、うん、クイズ魔人出しちゃうとね、だブレるじゃないですか。それはスタッフが事前取材で何とかしろそれ事前取材で何とかしろよ。何とかしてクイズを出したい。そうだよ、その看板スタッフが好きだっていうものに対してのクイズを出せばいい。なるほどね、うん、あ、じゃあ看板スタッフが何か好きなものがあれば、うん、それにまつわるクイズを出して出して、で看板スタッフが正解したら、うん、お前食べていいよ。あ、なるほど、看板料理食べていい、はい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 、ただもし間違えたら看板料理は石井ちゃんも食べる。おお、うん、ごめんなさい、あれなんですか、クイズマジンと石井さんは違う、違う設定なんですね。設定じゃない違う、はあ、石井の悪い部分がギュッと集まってできたのがクイズマジいろいろ考えてきてますね。そうだ、なるほど、うん、あ、じゃあそういうのを考え、コーナー名は看板カードで Q でいいですか。違う、はあ、魔人ジンジンドキドキ熱々クイズ大会ボツです。いやですがボツですが、違う違う、お決まりギャグみたいにこれやるのボツですが、あと別にいいですけど、クイズマジン出しちゃうと、もう石井さんの出番が全然なくなりますけど、それは俺もちょっと悩んでる、うんうん、確かに石井はすごく面白くてキャラクターもあってこの番組には必要不可欠な人間だあいつが、ね、石井さん買ってますね。あいつがもし番組に出ないとなったら、うん、うちの看板はあと2回で終わるっていうぐらい大事な、大事な存在なのに、ただただそれを押してでも出たい、うん、クイズマジンとして出たい、本編に出たい。なるほど、で出たらクイズをやって、やりたい、それを看板ちゃんに答えてもらうと、答えてもらいたい。なるほど、じゃあ出たいというそういう企画を持ってきたということですね。そう、どうでしょう、ディレクターの高橋さん。いいです、では出しましょう。お、
って、まあ、OK 出ました気持ち悪い愚かな人間だな私を出したことを後悔するぞなるほど、じゃあこれ決まりということで、やったぜ。じゃあ皆さんぜひ本編でいつか出ますので、これ乞うご期待ください。はい、じゃあもうおめでとうございます。ビンタですね。なんでだよ、おかしいだろお前も。今日は絶対させねえかおめでとうございます。今日は絶対させねえかな。えはい、ということで皆さん決まりました、おめでとうございます。このね、大人気キャラクタークズマジンがいつか本編に出ますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、ということでですね、ぜひそのクイズマジンが出るかもしれないうちの看板見たい方はこちらまでお願いいたします。それだけは忘れないですね一回最後で残ったエネルギーがちょっとだけ出るっていうやつなんですけど、はい、ということでぜひこちらまでお願いいたします。はい、ということで以上うちの看板取材後期でございました。